自分でもどうでもいいことだと思っているんだけど、未だに夢で見るので衝撃的だったんだと思う。幼稚園の時、授業っていうのかはよくわからないけど、の一環で書道をやった。クラスのみんなは、正座して、幼稚園児なりに真剣にやってたけど、俺は、片手で鼻くそほじりながらやってたんじゃないかと思う。書道で使った筆に鼻くその乾いた跡とかあったりするし。で、同じクラスの A、こいつは、書道の習い事をしていて、多分、一番真剣に書道やってた。その時書いたやつは、市の書道大会の園児の部みたいなのに、出展されたんだけど、よくわかんない結果になった。金賞、他の幼稚園の誰かが書いたやっこ。子供しんながら、綺麗な字だと思った。銀賞、俺の字のバランスも大きさも書き、順もおかしいし、なんか、半紙の隅に墨汁じゃない、変な染みもある。同賞 A の子供しんながら金賞と同じぐらいかっこいいと思った。佳作5作品ぐらい選ばれた。仮名道と比べると少し劣る気はするけど、それでも綺麗な字だった。なぜか鼻くそほじりながら書いた俺のやっこが書道を習って一番頑張ってどう見ても綺麗な A のやつより上の賞を取っちゃったんだよね。幼稚園のみんなは、なんで俺くんが銀賞なんだろうね。なんて言うし、俺自身。どんなに高く評価しても努力賞ぐらいだろう。なんて思ってた。A はただ俺に、おめでとう。とだけ言ってくれた。俺自身が銀賞っていうのに納得いかなくて、先生や親に聞いたことがあるんだけど、さすがに、本人に、お前が賞を取るのは確かにおかしいなんて言えなかったみたい。苦笑いしながら、字は綺麗じゃないかもしれないけど、書いてる時の頑張りが審査員に伝わったんだよ。みたいなことを言われた。鼻くそほじりながら書いた作品に、一週間ほど、駅前のビルの中で賞を取った作品が展示されてたんで、母と見に行ったことがあるんだけど、その時に、A と A 母を見かけて、A 母が、A に何か怒っていて、A が、涙目で、A 自身の作品を見ていたのが鮮明に記憶に残ってる。他のところは日記から拾ったりうろ覚えだったりするのに、それから20年ぐらい経ってるし、その間地震に巻き込まれたり、目の前で交通事故があったり、それなりに衝撃的な体験はしているんだけど、たまに見る悪夢は8割ぐらい幼稚園児の A が泣きながら、なんでお前が銀賞なんだって言ってくる夢。 A は一度も、俺にそんなこと言ってないはずだし、小学校までは普通に友達だったはずなんだけど、未だに、芸術家が、芸能人の作品を批評する番組何かを見ると、芸術家や家族の評価と俺の評価がまるっきり正反対だったりする。某国みたいに英才教育を受けた子供が演奏する気持ち悪い表情を浮かべながらロボットみたいな完璧な演奏と、子供らしく育った子供の下手くそでも、一生懸命に演奏するのとじゃ、比較にならないようなもんじゃない？教育ママに怯えながら一生懸命に書かされるのと、命がけの某国の子供は、状況は、違えど似てる気する。うまくても心込み持ってないって感じ。私も、絵のコンクールで、同じような経験あるわ。画伯まではいかない、普通に下手って、感じで、賞とか取れるわけないしって思いながら、毎回真面目に描いてた。毎年恒例のコンクールに向けて、絵を描きましょうってなった時に、なんか弾けたというか、仕立て出し表彰されるわけないのに、なんでこんなん描かなきゃならんのじゃ、こんなん描く暇あるならポケモンやるわ、みたいな。とにかくすごい腹立たしさで、いっぱいになりながら、飼育小屋のウサギたちを描いた。色塗りの段階でも怒りが湧いてて、最初から最後まで、とにかく怒りが腹の内をぐるぐるしている中で描いたのを覚えてる。完成したのは、異様に耳の長い怖い顔した汚い色のウサギたちの絵で、我ながらひどいと思った。先生に怒られないか心配しながらも、描き直す余裕はなかったので、それを提出。それで、なぜか賞をもらってすれたい。審査員一言コメントに、
伸び伸びしていて良いとあったのもすれたい。ものすごい怒りを込めて描いたのに、なんで伸び伸び？芸術ってわからん。俺も、絵のコンクールで入賞したことがある。でも、それは、俺が自由に描いた絵じゃない。俺が描きたいように描いた絵を、担任が、細々と何度も修正するように言って、その通りに何度も修正した絵。俺が最初に描いた絵の面影もない別作品になった。入賞すごいねなんて言われるたびに、虚しく感じたことを思い出した。何でも楽しくやるのが一番いいと思う。前に、どこかのすれで、親から虐待を受けていて、親から優しくしてほしいと思って、その願望を絵にしたら、全然違う受け止められ方をして入賞したという人がいたな。俺は、先生のアドバイス通りに描いたら、よく描けてるねと、最優秀賞をもらった。ミスコンもそうだけど、ああいうのは、世間的にはこれが一番っていうのを選ぶ。だから、子供らしい絵の一番だったり、世界的に評価されるであろうアジア的な美女だったり、子供が一生懸命描いただろう書が選ばれる。最も綺麗、美しいが選ばれるというよりは、ザステレオタイプのソレッツっぽいやつを選ぶんだよ。